介護士と保育士の夫婦デュオレズミカリガスのザ・ソートコットパン、タカちゃんでございます。本日も虹色動画張り切ってやっていきましょう。青色草親子で陸上自己ベストがドーン全てだ。本日30発目、はい行きましょう。スピード身につけようのナンバー4、壁押しもも上げです。壁を使って、もも上げをするんですが、この軸をねこうあれ傾けて、こう傾けた状態でもも上げをしていきます。これはですね、今までずっとね、1,2,3 ブロックやってる中でほとんどもも上げも全てねこう まず軸をまっすぐした状態でやって、それで、それを推進力で前っていうような、プロセスなんですけども、これはですね、もう、ダッシュ力ですね。クラウチングスタートで、親もセット、バーンと出るダッシュの瞬間の姿勢はもう軸がね、ボーン傾いてますから、この軸をしっかりキープした上で、この太ももをね、しっかりここまで、上げていくような感覚は、まあこういうのね、ちょっとまずやってみないとつかめないですね。いやこんなん僕陸上部時代やったことないですから、いやーこれはちょっとちびっ子たちいいかもしれないですね。まずそしたら、もうポイントもね、ポイントは簡単なんですよ。ただこの動きをしたことがないので、ちょっとこの感覚をつかむっていう意味でいい練習になると思います。まずここちょっと実践編でちゃんと外でやりますから、今日はこれね、手ついて、この肘まっすぐ伸ばすんですって。肘まっすぐ伸ばして、姿勢まっすぐして、軸傾けて、しっかりかかとを動かして、つま先で、こうつま先でぐっと、かかとを動かします。で、まっすぐして、これでゆっくり、太もも、腰ぐらいだけです。戻す。交互に戻す。はい、こういうこと。これをやっていって、軸が、傾いて、スタートダッシュ、ピャーンと行く、あの感じのイメージやね。イメージを捉えて、その軸の傾けてる状態で、太ももを上げる操作能力。立って太ももを上げるのと、傾けて太ももを上げるのと、また若干ね、使う神経系も変わってきそうなんで、とにかくいろんなね、練習やっていきましょう。いやー、この親子で陸上、始めるのきっかけで、こう陸上の本とかね、そういうのを勉強しようって思い立てたことが、なんかこれも嬉しいです、僕は、自分の中で。ので、もういろんな本読んで、もう片っ端から勉強して、片っ端から、柑橘系と、やりまして、片っ端から、皆さんと共有していって、一緒にね、なんかいいトレーニング、もう情報はもうね、世の中もうこの時代、溢れ返っておりますから、その中でね、僕も自分で消化して、最終ね、ザーッとインプット、アウトプットやった後、なんか、タカちゃん、リズミカルガス、オリジナルみたいな、なんかちょっと、いたればいいなという、何年かかるかわかりませんけども、はい。そして、自己ベストもね、頑張っていきたいと思います。これやった後、またあのスポーツテストで50メートル、測ったらちょっと伸びてると思いますよ、僕は。まだもう少しね、スピードアップを身につけようのブロック、その後柔軟性とかね、そういうのもちょっとこの教材ねありましたんで、まずその辺からね、しっかり、インプット吸収していこうと思います。それでは本日は壁押しもも上げ、タカちゃんも初めてやります。それでは行ってみましょう。ドーン、壁押しもも上げでございます。今日はですね、もも上げなんですが、軸を傾けた状態で壁に手をついてもも上げをします。このこれから親子で陸上やっていく上で、もちろんスタートダッシュとか、スプリント、その辺もやっていくんですけども、その時のクラウチングから用意スタートの最初の5歩ぐらいの姿勢、これも軸がグワン傾いてますから、その時の感覚ね、その時の立ってのもも上げの操作能力の、その動かす神経系とはまたちょっと軸を傾けると、また微妙にね、その使う神経回路も違ってくると思いますので、その辺を確認する、練習になってます。今日壁ね、これ
白なるから、この後あのパッと皆さん、柑橘の皆さん、服とか触らんようにね。あら、すげえ、ヒューガさんがランニングしております。なんてね、そう、寒い、冷え込んできてますから、あの体温めながらね、やっていってくださいね。はい、寒い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 、ね、冬は寒いのね。はい、それでは皆さん、一応ね、見てくださいね。はい、まず壁に手をつけます。そして軸、この焼き鳥の軸をそのまま傾けます。はい、その時にかかとは浮かしてください。アマナちゃん、タカちゃんの姿勢まっすぐなってる？なってる。ずれてる？1ミリとか、そういうのは、その1ミリね、ミリ単位はもうトップアスリート、あの桐生選手とかね、ただ選手とか、そういう人がやるの。俺らはええねん、その1ミリ10センチ、1センチ、10センチで、手の位置、ここまっすぐこう、はい、どう、まっすぐで、これでね、まあまっすぐなってるとしましょう。この軸をキープしたまま、かかとがついてる。ん、何がついてるで？かかとがついてる。かかと浮いてるやろ。浮いてるやん。今日見てや、待って、皆さん浮いてるでしょ、かかと、うん、ここのかかとがね、浮かすのポイントですよ。はい、この軸を固定したまま、これを上げます。上げて下ろす、上げて下ろす、上げて下ろす、上げて、このしっかりこのももをね、軸を倒した状態でももを上げる。これも最高のスタートダッシュですからね。よーい、パーンですから、この瞬間の姿勢。はい、いきます、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、さあ続きまして、ひゅうかさんお願いします。はい、走ってきた。さあ今ね、あまりにもこれね、風もきついし冷え込んできたんで、ランニング体温まりましたか？そう、それはね、ちょっと気をつけて。高橋さんもか、はい。そう、まっすぐして、軸まっすぐ。軸完璧。姿勢、やっぱり姿勢の女王ですね。17の女王。かかとも浮いております。はい、その状態で、もも上げです。しっかり骨盤まで上げてください。はい。1、2、3、4、すごい。5、6、7、8、バッチリやん。9、素晴らしいです。はい、そのね、もう一回足上げてください。足上げた時の、軸足、そこの時に膝がね、曲がらないように。あ、じゃなくて、合ってんねん、そんで、ヒューガさんで。その、軸足がピンってなってるでしょ？はい、ちょっと若干、お尻、クッて、さっきのんでいいです。さっきのんで、ごめんなさい。さっき、バッチリです。はい、さあ、続きまして、はい、レモンちゃんお願いします。ヒューガさん、そう、皆さんね、持つ壁はね、ブロック塀とか、あんまり手の汚れないところで行きましょう。これ、倉庫はちょっとね、危ないですね。はい、レモンちゃん、はい、来てください。さあ、それでは、続いて、レモンちゃんも走っております。さあ、来ました。さあ、来ました。ね、はい、お願いします。はい。体温まりましたか？はい、それでは想定ついて、はい、そのまま軸を傾けて、もう少し傾けれますか？もう少し下、おー、いいですね、もうスタートダッシュ、この角度でスタートできた、最高。はい、それではもも上げてみよう、ゆっくり、1、おー、2、3、4、5、6、七、八、九、十。はい、お見事でございました。はい、手気をつけて。うわ、真っ白見せて、真っ白。はい。さあ、それでは、ラストは、虹色動画、エース、アマナちゃん、お願いします。あ、今日はアマナちゃんも黒いパーカーなんで、気をつけてくださいね。違うよ、寒いの。え？寒いの？寒いの、そう、寒いからパーカー着るのはいいんですけど、その、白いね、それでパーカー触ると汚れるし。はい、行きましょう。それでは、おお、すごい、この角度、ロケットスタートだ。はい、行きましょう。すごい、ちょっとやりすぎ、いいで、やってみよう。こんな、この角度でスタートできたら素晴らしいんちゃう？はい、行きましょう。もも上げ。1、ちょっときつい。はい。さあ、うん。4、ちょっともう、はい、オッケー。その角度バッチリだから、もうちょっと上げてみましょうか。ちゃん見て。ん？おー、レモンちゃんもやってますね。はい。
はい、行きましょう。せーの、10回いきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、おめでとうございました。はい、まなちゃん。また、そのうちね、ちょっとここで基礎ができましたら、スターティングブロックもいずれ行きますから、その時その感じね、覚えておいてくださいね。はい、それでは最後そこからクラウチング、今現在の感じでクラウチングスタート、レモンちゃんもクラウチングスタートで終わりましょう。はい、いきますよ。最後ここでドーンしてくださいね。はい、それではまた会いましょう。大山セットゴー、シロハー。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが家族の力を借り一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでの悪戦苦闘の日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてドーン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい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 、雨上がり、せーの、虹色。